うも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日はダウンロードコンテンツで新しく追加されました技見ていきたいと思います。今日は上級職編です。行きましょう。それではまずはバトルマスターですね。バトルマスターは2つ覚えます。まず一つ目、ミラクルブーストですね。攻撃の時に HP が回復するようになります。そしてもう一つの追加技ですね、灼熱闘魂打ちです。闘魂打ちよりもさらに多くテンションがアップします。次はパラディンです。パラディンは2つの追加技があります。まず一つ目、これ聖騎士の剣陣ですね。ダメージを無効化します。一度だけですね。そして二つ目の追加技はこれ、不動の構えですね。防御を2段階上げて転びにくくします。次は魔法戦士です。魔法戦士も二つ新しい技を覚えます。まず一つ目、クロックチャージですね。仲間をもう一度行動させます。そしてもう一つは必殺技です。そう、マダンテですね。いきます。続いてレンジャーです。レンジャーは3つ新しい技があります。まず一つ目、呪文のジバルンバですね。そして2つ目はこれ、フェンリルアタックですね。3つ目は必殺技です。ケルベロスロンド、いきます。次は賢者ですね。賢者は3つ覚えます。まず一つ目、無限の悟り。攻撃と回復呪文が2段階アップします。続いて2つ目ですね。2つ目はこれ、奇跡の雨です。回復技ですね。そして3つ目ですね。3つ目はドルマドンです。続いてスーパースターですね。で、ここでちょっとお詫びがあります。スーパースターの新しい技一つ覚えてません。まあ、とりあえず一つはこれ、ミリオンスマイルですね。そしてもう一つの技はこれでした、ラグジュアルリムです。敵全体に攻撃してゴールドを、消費ゼロにするっていう技ですね。それでは次、踊り子です。踊り子は技がかなり増えました。6個増えてます。まず1つ目、ロイヤルステップですね。敵の氷と闇と土属性がダウンします。2つ目はこれです、魔力のバラード。味方全体に攻撃の時に MP 回復の効果を与えます。3つ目はこれ、回復のララバイですね。味方全体に攻撃の時に HP 回復効果を与えます。4つ目はこれ、神速のシャンソンですね。味方の素早さと呪文2回発動率を上げる技です。そして5つ目必殺技です。戦機の乱れ舞。味方全体の攻撃力が増加します。そして6つ目の追加技ですね、必殺のギラグレイドです。それ
では最後、遊び人ですね。遊び人は3つ追加技があります。まず1つ目はこれ、本気で遊ぶですね。ダストンが持ってましたね。2つ目の技です。2つ目はこれ、百裂舐めです。3つ目の技いきましょう。3つ目はこれ、マネマネです。受けたダメージを跳ね返します。はい、ということで今日はダウンロードコンテンツで追加されました上級職の技見ていきました。かなり強力なやつがありますので、まあ自分の好きな職業のやつは全て覚えちゃいましょう。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。